アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。初心者のために5年やってきた僕がご好評につき5年分の僕の知識を初心者の皆さんに分け与える、そういったコンセプトでやらせてもらっています。いいコンセプト。はい、てなわけで今回も初心者の皆さんに分かりやすく低コスト、の機体、簡単に手に入る機体などを使用して、今回も大規模戦に参戦していこうと思います。はい、では今回の、使用するデッキはこちらですね。今回は、格闘でまとめてみました。こちらが前回GP ガシャコンで、当たりましたストライカーカスタムですね。ストライカーカスタム、まあこいつはもうものすごい優秀な機体だということが判別しました。はい、このスパークナックル、まあ僕はライキリって呼んでるんですけど、このライキリで相手の動きを止める、そしてこの下のバーストナックル、こちらですね。これでもう一撃で壊す。本当こいつはもう人を壊す、その人道徳とかそういうモラルとかそういったものが通用しない、ガンダムとなっております。マジでめっちゃ強くて、もうこれとりあえず今回これをお見せしたい、実にお見せしたい、これを。はい、で、それに伴い今回格闘デッキでまとめてみましたので、こちらですね、ネロです。はい、こちらも低コストなんで、こいつは本当三連格闘が非常に優秀な、MS の一つですね。そして最後に こいつです。はい、こいつが今回のキーマンですね。非常に足回りもよく、初心者におすすめ、デザートジムの次におすすめできるユニット、モビルスーツの一つです。本当初心者の皆さんはぜひともこの、走行強化型ジムを使っていただきたい。はい、本当これはマジで強いんで、騙されたと思って本当使ってほしい。使ってどんどんその紹介していってほしい。どんどんこう僕が紹介した走行強化型ジムを1人の人が2人に広めて、で2人の人が次また2人ずつ広め、4人になってっていう、アムウェイですね。俗に言うアムウェイシステムと呼んでいます、僕はこれを。はい、なのでぜひともこれは本当にマジで騙されたと思ってこのアムウェイジム使ってください。で宇宙なんですが、宇宙は走行強化型ジムが使用できませんので、こちらジムコマンド宇宙戦使用で代用させていただきます。はい、よし、今日はなんかいい感じにまとめられた気がします。では、参戦します。いいコンセプト。今回のフィールドは、アクシズ・イジュークです。はい。宇宙ですので、今回は不本意ながら、ジムコマンドですね。はい。まあ、ジムコマンドは別におすすめできる機体ではありませんので、あしからず
弱いですね、正直。宇宙船仕様は宇宙のみの機体ですので、まあ宇宙特化ということで、まあ一回りパラメーターがなんか上昇するらしいんやけど、まあおすすめはできませんね、これは。正直この僕がおすすめできないっていうのは相当ですわ、それは相当。はい、では今回は、今回このアクシズなんですが、これはもう基本的にはもうトツマップですね。とりあえず最初に X を落とそうと思います。この流れですね。この拠点に沿っていく。そうすることによって、トツが決まりやすくなります。これはマジで、このルート見といておいてほしい、これは。で、ポンゲリハプティズム。いきまーす。ほんと、これ実績のあるトツルートがありますんで、見とってくれ、初心者のみんな。僕のトツを見といてくれ。そしてこのまま1に流れます。これは相手も同じように辿ってきていますんで、いかに最速で拠点まで到着するかっていうゲームです。ちょっとイメージトレーニング、拠点入ったらまずゲロビ打って、んで真ん中打って攻撃、格闘はちょっと届かないかもしれないから、まあ一応ちょっとブーストの管理をしっかりすることによって、よしよし、ここでちょっ、よしよし、落ち着け落ち着け落ち着け、6個、よしよしよし、もうテンパった。今日も出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。ボイ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 、すぐに戻れ。うらライキー、こいつクソ弱いやないか、このゲーム。なんでこいつクソ弱いな、これ。使い物ならんな、こいつ。ゴミ機体捕まされたわ。何がストライカーカスタムやねん、笑うわ。もう使いません。ブースト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 どこ行った、あいつ。で、ネロなんですが、実は、格闘だけじゃないんですよ、こいつの優秀なところってのは。実はこのビームライフル、ネロ専用ビームライフルってのがありまして、これめちゃくちゃ優秀です。集団率も良くて、初心者の皆さんに、おすすめの。おすすめのライフルの一丁ですね、これが。あ、ギュネイには格闘、ギュネイには格闘で、格闘でね。来てるよ、上がってきてるよ。
いや、まだまだこれ巻き返せるから、まだ全然、まだまだ全然負けてない、負けてない、負けてない、負けてないぞ、頑張ろう。はーい、あ、リロ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 、オッケー、ナイスー。もうけどね、こうなった場合、ああ、ぶわ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 、めっちゃ押され、めっちゃ押し込まれてるやん、こっち。これどっち、これミク、どっちなんこれ、うミク、うわあ、これ我々の拠点側か、これ我々の拠点側が、これあ、また今日こいつ使えんわ、この機体、これちょっと使わ、こいつ弱、こんなん、何パン、何なんこいつ、このビームライフルとか飛ばしているご時世に殴るっていう、殴るっていう攻撃しか持ってません、こいつは。弱キャラ、弱キャラですわ、こいつは弱キャラ。どうしたいんだこれ、どちょっと違うとこから攻めよう。とりあえず数字拠点取り返すのが最優先事項ではないか。これちょっと全部踏まれてね、これ、全制圧、全制圧かまされてないか。僕に任せてください、このなりきり、バー、生きてたの、なんで、うわシュリ任してください。とりあえずここの攻めはだいぶ収まってきたかな、だいぶ収まってきましたね。とりあえずラインを上げよう、まだ全然巻き返せるよ。やりました、とりあえず一番、まあ、逆に逆の理論ってのがありまして、5番が赤いっていうのは、逆にその防衛が湧かないから、防衛が湧かないっていうのがあるんで、凸は決めやすいですね、逆に言わしてもらうと。とりあえずちょっと僕はポットをばらまいて、ポットばらまいてちょっときっと帰ろう。を占領した、よし、こんなもんでよい。あ、いずれ再び相まみえよう。うらあ、くれ、攻撃を開始します。大丈夫だ、コンテナ回収、修理を任せろ、足りてる、やめて、ちょっと来ないで、今度、今度、何こいつ、うわ
水さすなや。ちょっとちょっと待って、ルート見つけるわ。ちょっととりあえず1から出て、あ、ちょっとゲージ飛びそう。ちょっと待ってくれ、俺なら相手の拠点に届くんやって。なんでしょうかね。ちょっとなんか支援機でなんか地雷撒いてたらなんか時間なくなってたわ。何これ、なんかめちゃくちゃいっぱい獲得したんだが、いきなりこんなことあるん。まあちょっと範囲が分かりませんね。これあれちゃん、これジオンなんか階級落としてんちゃん、これ階級落としとかマジでないわ。ちょ引くわ。はい、まあ、シンプルに、ちょっと押されました。歩兵負けというか、やっぱ、その、スピードに関しましては、ジオンには勝てないんで、やっぱ連邦っていうのは、その、盾を持っている機体が多いので、っていうことにしておきましょう。うん。もう昔からそうですね。あの、ジオンは本当、攻めのジオン、守りの連邦。あのそうやってね、言われてきたんで、はい、まあそういうことです。まあ今回はこのストライカーカスタム非常にうまく使えたんではないでしょうか。あのぜひね、GP ガチャコンで、初心者の皆さんも、このストライカーカスタムを手に入れることがありましたら、僕と同じような武装で、運用してみてはいかがでしょうか。もうこの、もうこいつはこの武装で完璧で、もう格殺、はい、ほんと、モラルとか、そういうのは一切ない、もう、不適合ガンダムです、これは。不適合カスタム。はい。はい、では、ご視聴ありがとうございました。